第4代ボルトン公爵ハリー・ポーレットは、グレートブリテン王国の貴族、保育区当初族の政治家。1715年から1754年まで、庶民院議員を務めた後、貴族院に移籍した。また、1754年まで、ハリー・ポーレット卿の儀礼称号を使用した。1691年7月24日、第2代ボルトン公爵チャールズ・ポーレットとフランシス。 ラムスデンの次男として生まれた。最初はイギリス海軍の軍人になり、スペイン継承戦争中の1710年に、ポルトガル王国で、初代ゴールウェイ伯爵ヘンリー・デマ州の A イコールドカンを務めた。1715年イギリス総選挙で、セント・アイブス選挙区から出馬して、庶民院議員に当選。 1722年イギリス総選挙でハンプシャー選挙区に倶り替えした。1734年イギリス総選挙ではハンプシャー選挙区の他にもヤーマス選挙区で当選したが、ハンプシャー選挙区では異議申し立てがあったため、1737年にポーレットの当選が確定するまでヤーマス選挙区の議員として登院以降はハンプシャー選挙区の議員として登院した。 ウォルポール内閣では1733年6月に海軍本部委員会に入り、1738年3月には上級海軍教に昇進したが、1742年3月にウォルポール内閣が倒れると自身も辞任を余儀なくされた。以降は1742年から1754年まで、ロンドン党総督を1754年から1755年まで、 グラモーガン当館を1754年から1758年までハンプシャー当館を務め1755年1月9日に数密顧問官に任命された1754年に兄チャールズの死去に伴いボルトン公爵の爵位を継承した1759年10月9日に死去長男チャールズが爵位を継承したハックウッドパーク 1818 18年、ポーレットはキャサリン・パリーと結婚2何二女を設けた。ボルトン公爵の財産には、ハンプシャーのハックウッド・パーク、ノース・ヨークシャーのボルトン・ホール、ウィルトシャーのエディントン、ドーセットのフックコートなどがある。ありがとうございます。